ハードル真実と勇気の間で、は、青木和夫、吉富民,民による、自動書。1999年12月に、金の保守者から刊行。以降、アニメ映画化もされている。なお、本校では、続編の、ハードル2、ハードル3についても記述する。2008年9月にコミカライズされた。原作は、青木、吉富の連名で、作画は、 骨董美穂が担当。原作をほぼ忠実に描いているが、レオンと光のキスシーンなど随所にオリジナル描写も存在する。期間4巻。2年 B 組、レオの転校先の同級生たちで夏祭りの際に、健の助を通じて知り合った。レオが受けた臨地の真相を明かすべく行動する。全員2では登場せず。3年 B 組、全員3のみ登場。 2004年に親子映画として制作され、同年3月より全国各地で順次上映された。制作会社は仙台市のシネマ東北、アニメーション制作はマジックバス。制作費用は1億2000万円。作品自体は HD 制作であり、横し寝 t i a でキネ猫された16ミリ映画フィルム、または半元の DVD で上映された。 本編前半の舞台である横浜に、ゆかりがあるゆずのメジャーデビュー間もない頃の楽曲を主題歌に起用している。時間軸は1のラストまで描かれた。縁岡屋の名字が大崎屋に変更されている。原作観光から1年余り経過した2001年には、アニメ化の構想が立てられたが、シネマ、東北側で制作資金が調達できずにいたため、2002年に、 作品の舞台となった古川市と大崎地方の住民においてアニメ、ハードルを作る古川、大崎、宮城の会が同じく横浜市においてアニメ、ハードルを作る横浜、神奈川の会が市民団体として活動を開始し、1コマ1枚1000円の1コマ制作券を2004年2月までに12万コマ分販売し、制作費用に充てる方式が取られた。 完成後はそのまま入場券として利用できた。また、全国各地で自主上映会の開催を実現させる名目で、アニメ、ハードルを作るの会も設立され、それぞれで草の根運動が行われた。2006年中に各地の配給会社による巡回上映会が終了したことから、2007年に DVD 化された。一般家庭用は、 シネマ東北の直販で購入する形である。パッケージソフトではあるが、生産枚数の都合から DVDR であり、DVDR 対応を表記していない DVD プレイヤーや DVD ロムドライブでは、R 版の相性上、完全な再生ができない可能性がある。また、メニュー画面も最小限のもので、チャプターも付されてない。教育。 ライブラリー用途には毎日エヴァシステムが反復している。文部科学省選定、文化庁文化、芸術振興費補助作品特別協賛協賛加島、建設伊藤町市東北電力、北光エンジニアリング宮城第一信用金庫、仙台信用金庫77銀行古川農業、共同組合中央三井信託銀行の村、工芸者、 東北支店東日本旅客鉄道仙台支社、古川郵便局東アレンジ古川仙台、銀行古川信用組合東北労働金庫、県民共済山党運輸政策協力公園ホーム、小人権用語局全国、人権用語委員連合会人権用語協力会。ありがとうございます。